文春法がししました週刊文春が自民党をぶっ壊すということで「文春法週刊文春が近い未来の現実を変える特別定額給付金10万円の2回目」ということで給付金の最新情報についてお話したいと思います。で 今日この動画をご覧になっていただいている方は、個人の方でご覧になっていただいているという方がほとんどだと思います。で、給付金の新しい情報が出たらすぐに知りたいという方、あるいは給付金の申請が始まったらすぐに申請したいという方、あるいは確実に給付を完了させたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。給付金の情報は、まあ、新しい情報が出ましたらすぐに動画でお話しさせていただいてますので、新しい情報が出たらすぐに知りたいと。 という方はぜひチャンネル登録をしていただければと思います。まあ、登録をしておいていただければ新しい情報が出た時にすぐにご覧になっていただけるようになります。早速いきたいと思います。まず、週刊文春が自民党をぶっ壊すということで何をしたのかということですね。先日お話しさせていただいたこの週刊文春のまあ衆議院の議席の予想の中で、ま、今までこの動画でお話ししてきた 衆議院選挙の結果予想と完全に一致しました。と83議席減というところが完全に一致しました。自民党と公明党合わせて83議席減というところが完全に一致しましたというお話をさせていただいたんですが、それによって近い未来何が起きるかということを、まあ皆さん、あるいは え政治家の方、あるいは、まあ、与党の自民党の方とか、まあ、それ以外の野党の方、まあ、我々もちろん一般的な国民も、その、予想しきれてない部分が、まだたくさんあるんじゃないかなというふうに思いました。で、その、週刊文春の記事から予想できる、まあ、新たな未来、近い未来の現実、この週刊文春が近い未来の現実を変えるというところについてお話したいと思います。 近い未来、何が起きるのか。この週刊文春の記事が出たことによって、どのようになるというところについても予想してますので、それについてお話、早速させていただきたいと思います。ま、まず、週刊文春ぜひ買ってみていただければなというふうに思ってます。ちょっと今日はパネルをですね、入れ替えて、その続報についてもお話ししたいと。 いいう,うに思います週刊文春の記事が出たことによってどんな未来が予想されるかというところですね6月解散でどうなる自民党大敗政権交代というところをお話したいと思いますまずとにかく週刊文春を買ってくださいと。 もう週刊文春の回し物じゃ全然ないんですけれども、まあ本当に衝撃的な記事になってますということで、まあまだ書店にギリ、あるいはコンビニにギリギリ売ってると思うんで、まあとにかく走っていただいて週刊文春買っていただければなというふうに思います。で、なんで週刊文春週刊文春の記事だっていうふうに言ってるかっていうと、この次の衆議院選挙の予想をしてるっていうふうな、 記事がほとんどないんですよね。で、ここ、最近に、まあ予想が出てったっていうことによると、もう、あの、タブロイド紙、まあ、勇紙ですね。新聞の有刊あの、半分のサイズの、えー、いろんな芸能人のこととか、まあ、あの、時差のあるメジャーリーグの結果とか、あるいは、あの、スポーツ選手がどこに移籍するとか、出てる、あの、まあ、新聞の半分のサイズですね。の、まあ、勇紙です、ね。とか、あるいは、タブロイド紙。まあまあ、もちろん、 えー、この、なんて言うんでしょう。えー、まあ、週刊文春も、もちろんそういった週刊誌なんで、タブロイド誌みたいなもんなんですけども、まあ、そういったもので予想されているものしかなかったです。まあ、最近で言うと、えー、ここ3月にフラッシュの方で出てる予想がありましたね。で、あるいは、昨年のまあ9月ぐらいに、有刊富士がその予想を出してました。で、その2つの記事ともに、 自民党公明党で過半数を確保すると。まあ270何議席、260何議席っていう形で、まあいずれの記事も、まあ、えー、自民党公明党が過半数を確保しますというふうな記事でしたと。で、それ以外の記事ってもうほとんどないんですよね。衆議院選挙の予想、議席予想してるっていうふうな記事はほとんどありませんでした。で、 に対して、また新しくこの週刊文春が、今回、議席の予想を出してきたというところですね。で、さらに、全部の選挙区を予想しているというところがあります。まあ、全体的にどうだっていうふうな予想にとどまるんではなくて、全部の選挙区について、細かく予想しているということです。まあ、予想が緻密ですということですね。で、どれぐらい緻密かということで言うと、 その予想の根拠というところについては、まず一つ目に2021年の衆議院選挙とか2022年の参議院選挙のこの投票数を参考にしていると。で、それに加えて、まあ政党支持率の変化から導き出した最近のこのトレンドってことですね。各政党の支持率っていうのがありますので、それから導き出したと。過去の選挙と今の支持率をまあ参考にしていると。さらに、この 103の激戦区は有力候補の講演会など現地取材もやっているというふうなことですね。で、衆議院っていうのは全部で465の議席があります。そのうち小選挙区っていうのは289あるので結構多いんですけども、そのうちの103、その中でも結構な量ですよね。103のその激戦区、どっちの候補、あるいはどの候補が当選するかわからないっていう そういった激戦区については、なんと現地取材もやっていると言った、まあはっきり言ってこれ以上の予想は無理なんですよね。これ以上の予想は無理っていう状況で出した、この文春の衆議院の予想の記事というところです。もう繰り返しですけど、もうぜひ買ってほしいです。私も、まあはっきり言います。週刊文春、初めて買いました。これは面白い。これは衝撃的な記事でした。 もうぜひ皆さん買っていただければというふうに思います。で、前の動画でもちょっとお話したように、週刊文春が近い未来の現実を見せたっていうことなんですよね。で、もうこれ先言っちゃいますけど、この週刊文春の記事では、自民党、公明党、いわゆる与党が大敗しますというふうな記事を出しています。で、どれぐらい大敗しているかと。 いうところで言うと、まあ今言ったように自民党公明党で過半数を大きく割れるっていうことを予想してます。なんでまあ大敗っていうふうに書いてますけども。はい。そして、野党の大連立政権も可能になるぐらい、野党も大躍進しているというところの予想が出てます。衝撃的ですよね。自民党公明党が大敗するが、まあ過半数は確保できるだろうというのが、 まあ最大の今までの予想ですと。それに対して、週刊文春がめちゃくちゃ緻密に出した記事の中で自民党が大敗すると。衝撃的な記事になってます。で、そうすると今言ったように野党の大連立が可能になって、まあ今までお話ししてきたこの10万円の給付っていうふうなことについては、 ま、自民党、公明党と、まあ、あるいは他の野党が組んで、ま、その連立の中で、ま、付金を実現するっていうふうなプランだったんですけども、この野党の大連立っていうふうな形で政権、ま、野党の大連立、ま、ま、つまり与党になるんですけども、今は野党の大連立を組むことで、与党になって政権を握って、全国民10万円の給付っていうのもやっていくというふうな 形も出てきました。それを A プランとちょっと呼ばせてもらいますと。で、この A プランになると、まあ、自民党、公明党と、まあ3党目に例えば国民民主党が入って、10万円給付やりましょうよっていうふうに言うことに、と違って、まあ大連立になるので、まあ政策の協議難しいんじゃないかというふうにも思うんですけれども、実は野党の政策はめちゃくちゃ給付金について考えてますと。 国民民主党10万円給付。これはもう繰り返し言ってきました。令和新選組、春夏秋冬。まあ、えシーズン、あの、シーズンごとにですね、1年間で4回10万円を給付する。その財源もありますというふうに言ってます。この辺はよく言ってきました。で、維新とか立憲民主とかどうなのかということで探ったところ、なんと、維新はベーシックインカムってことで、毎月ですね、一人、国民1人当たり6万円とか10万円とか給付するっていうことをやっていくってことを政策にしてます。と で、立憲民主党も3万円を、まあ、一世帯に、世帯ごとに給付するというふうなことを言っています。つまり、野党は、この10万円給付とか、あるいはそれ以上のベーシックインカムとか、そういったことをそもそも政策にしているので、野党でこの大連立組んだ方が、この実現の可能性っていうのは、まあ、大きく出てくるというところがあるということがわかりました。この A プラン、つまり、 ま、自民党、公明党と組んで、その連立の中でやっていくということじゃなくて、今は野党の、この大連立を組むというふうなことも可能になってくるぐらいの大半になるということを予想されているので、このプランでも、まあ、この10万円給付っていうのを実現可能になってきたというところですね。で、この文春の記事が何が一番でかいかっていうと、今まで政権交代までは、 ないって思われてたんですけれどもいやいやこれあるぞっていうふうに思わせたっていうことですよねでこの緻密に立てた予想の中で自民党大敗っていうふうなことが予想されてるんで政権交代してしまうということまで予想してるんで政権交代があるっていう前提でこれから動き出すっていう流れも出てくるっていうふうなことなんですね あくまで今までの世の中の流れとしては、先ほどから繰り返し言っているように、自民党は大敗するけれども、過半数は確保するんじゃんっていうふうに思われてたのが、まあそれが、政権交代があるっていうふうな前提で動き出すんで、まああるいはこう、離反するような動きだったりとか、まあそれが、まあ野党が政権を取るっていうふうな前提で動くっていうふうな、まあ動きも生まれてくるというところですね。 で、でこなんでこんな急に変わると、まあ本当にこんな急に変わるっていうことがあり得るのかというところなんですけども、まあこれを可能にしたのはとにかくインターネットの力だというふうに思ってます。で、例えば、まあ我々ぐらいの世代で言うと、まあそれこそ10年前、それ以上前からスマホとかを手にしてたと思うんですけども、まあ結構こう上の世代とかになると、えー、スマホとかって手にしたのって意外と まあ3年とか5年ぐらい前っていう風な形だと思うんですよね。で、まあインターネットを普及したのはまあ、あのもちろんこういった急にまあ、あの変わることが起こり得るっていうことについても大きいんですけども、そういったスマホがまあそういった上の世代にも普及したっていうのがここ3年5年だと思いますと。で、さらにはまあもちろんインターネット普及するだけじゃなくてブロードバンドでいろんなまあ動画だったりとかで情報が見れるようになったっていうのも大きいと思います。 いわゆる YouTube とかでいろいろ発信したものを、いわゆるこう文字の記事だけじゃなくて、動画で見れるようになったっていうところもかなり大きいんじゃないかなというふうに思います。で、そういった YouTube とかも、まあ上の世代とかも見出すようになったっていうのがここ2、3年じゃないかと思います。まあ実家の例えばお父さんお母さんとかも、まあよく、あの実家に帰ってみたら、あのこういう,う YouTube とかを見てたということも、おあることあるようになったのが、 まあ、ここ2、3年じゃないかなというふうに思います。で、その YouTube の中で、さらに、この政治家がガンガン発信していくというふうになったのは、本当ここ1、2年だと思うんですね。まあ、ちょっと前で言うと、まあ、NHK 党の例えば立花さんとかが、まあ、何年も前から発信していると。で、NHK 党はそういったこう、ガンガンこう、まあ、インターネットで配信をして、YouTube とか使ってやっていて、で、最近でいうと、ちょっとガーシーが当選したりとか、 まあもちろん勢いもあったと思うんですけど、インターネット、YouTube とかで発信したっていうこともかなりでかいと思うんですよね。で、それを、まあ我々みたいな世代ぐらいまでが見ていたっていうのが今までだったと思うんですけども、ここ1年2年に関しては、そういった、まあ上の世代も見るようになった。もう本当全世代が見るようになったと。さらに政治家もここ1、年でめちゃくちゃ発信しているということで、まあそういった形で、今までは、 まあ、政権交代までいかないでしょうと議席が変わる、減るにしても、まあこう、何か動きがあるにしても、徐々に変わっていくっていうふうに思われていたのが、インターネットによって、めちゃくちゃスピードアップしたと。そういったネットが見れるような状況になった。スマホがそういう世代にも普及した。そして、YouTube とかも見るようになった。YouTube で政治家めちゃくちゃ発信するようになったと。いう流れで、もう急に変わるようになったと。で、 実際どうなんだということを細かく調べたのは週刊文春で、その週刊文春の記事によって、政権交代、これはあるぞということで、文春が近い未来の現実を見せたというところですね。追加のお話です。もし6月に解散しないと起こることについて整理します。もし6月に解散をしないと、つまり、まあこれ大敗しちゃうぞと。 なんで解散できないなっていうことで、じゃあもうしょうがないから、岸田さん、解散やめてくださいと。で、9月の自民党の総裁の任期を持って退陣ということにしますと。で、そうなれば、自民党の総裁、総裁が新しく変わった直後というのは、まあご主義相場じゃないですけども、自民党の支持率ちょっと上がるっていうのが今まででしたと。なので、そこを狙って解散をしていきますと。いうことを狙ってくるかもしれませんと。 まあ、こういったことになる。大敗する可能性があるから、ちょっと解散しないでもう退陣してくださいと。自民党内でそういう動きになったとしますと。で、そうなったとしても、おそらく今までと同じように、まあ、少し支持率上がるっていうふうに自民党の方は思ってるんでしょうけれども、果たしてそうなりますでしょうかっていうことなんですよね。で、まあ、先ほどのこの文春の記事で分かったように、つまり、 まあ国民の意識が急に変わって、こう大敗ということもあり得るスピードアップした世の中になったということなので、もしかしたら今までと同じように自民党の総裁が変わったということをもって自民党の支持率が上がるってことが起きないかもしれないですね。で、そうすると低い支持率なんでやっぱり解散できませんとなると。そして ずるずると自民党の支持率がどんどん下がっていくと。で、解散がどんどん遅れていくんですけれども、来年の10月までには解散しなければいけない。なぜかというと、まあ、衆議院の任期があるからですね。そこまでには解散は絶対に行われると。ただ、ずるずると自民党の支持率が下がっていくだけではなく、解散の時期は伸びれば伸びるほど、野党の準備が進んでしまうと。候補者擁立が進むっていうふうなことですね。 で今まで自民党っていうのは全国の選挙区、小選挙区で、まあ、多く勝ってきている現職であるからして、まあ、例えば解散をいきなりするとかっていうふうなこともできたと。カウンターで解散すると野党の準備が進んでいないので、野党が候補を立てられなくて、立候補を全国に立てられなくて、その結果議席をあまり多く確保できないということが続いてきましたが、 もうさすがに選挙準備進んでいるという状態でさらに自民党が解散の時期を遅らせることによってさらに野党の準備が進むと。候補者擁立が進み立候補者がどんどん出てくるという形になってくるということで自民党が厳しくなるだけでなくて野党の準備も進むと。ますます政権交代の可能性が高まるというところですね。で、そうなると何が起きるか。 自民党離党ドミノ起きるんじゃないかなというふうに思っています。つまり、もう自民党にいたんでは厳しいと。自分が議員ではなくなってしまう。衆議院の議員でなくなってしまうという可能性もある。さらには、自民党大敗の可能性もある。つまり、与党でなくなってしまう可能性もある。となるほどと。じゃあもう自民党やめたと。いうことで、その流れが一人、二人と。 進んでいくとバタバタと自民党離党ドミノということで自民党をどんどん離れていく自民党の党員が減っていくと自民党の議員が減っていくというふうな形になる可能性もあるんじゃないかというふうに思っていますまさに週刊文春が自民党をぶっ壊すということで自民党厳しくなるという可能性があると思っています 繰り返しですけど、政権交代がこれあるぞっていう風な前提でガラッと変わって進み始めた。それがこの週刊文春の記事だと思ってます。週刊文春が近い未来の現実を見せた。まさに政権交代があるぞという流れで進み出したのがここ最近だと思ってます。そして、この野党の大連立の中でこの10万円給付という風な ものを実現していくっていうふうな流れができたと。と A プランが生まれたというふうなのがあるというふうに思っています。じゃあ B プラン、どういうふうな形で実現していくかということについてもお話しさせていただきたいというふうに思います。まあ、今のプランを A プランにさせていただいた理由、なぜかというと、まあ今までよく B プランについてお話してきたんですけども、A プランの方がもしかしたら起きる可能性が高いんじゃないかと。つまり、野党の大連立で、まあ、 実現していくという可能性の方が高くなってきたんじゃないかなというふうに思いましたんで、まあ今までお話してきたものを B プランで、今のまあ自民党が大敗して野党大連立、まあ与党になるわけですけれども、で実現していくプランをまあ A プランというふうにさせていただきました。で、今からお話しするのがまあ B プランなんですけれども、ちょっと整理したいのが、 そもそも特別定額給付金って何だっけというところです。で特別定額給付金っていうのは、まあ、コロナ禍にあった全国民1人10万円を給付しますといったような給付金のことです。で、それの2回目って何っていうふうなことなんですけれども、まあ、今国民の生活が非常に苦しいという状況にありますと。なので、この10万円給付、 またやってくださいよ。その2回目やってくださいよという声がめちゃくちゃ上がっているということですね。で、ただ岸田首相はこの1人10万円を給付するような給付金についてはコロナ禍のような国難の事態でないとやりませんというふうに言っていますと。いや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 、コロナ禍よりも今の方が苦しいですよというふうに国民は思っているわけです。で、この岸田首相の そういった発言なので、まあ、このコロナ禍より苦しいっていうふうな現状があっても、この特別定額給付金の2回目は実現したいのかなというふうにも思えてしまいますと。で、ただ、特別定額給付金の1回目っていうのは、実は国民の声を受けて給付が決定したという経緯があります。もともと1世帯30万円給付っていうことで閣議決定してました。で、閣議決定してたんですけれども、 その後の世論調査で国民が一人10万円給付やってくださいよという声をめちゃくちゃ上げたと。で、その声を公明党ですとか、あるいは自民党の若手の議連とか、あるいは国民民主党とか、そういったところが組み取ってですね、自民党に提案したと。公明党であるとか、あるいは自民党の若手とかからもそういう声があったと。で、その結果、閣議決定を組み替えて、 一人10万円で決定をしたというふうなことがあります。つまり、この特別定額給付金の1回目も、この国民の声を受けて給付が決まったということがあります。さあ、10万円給付を政策にしている党っていうのは、どういうところがあるんでしょうかと。残念ながら自民党、公明党はこういった形で10万円給付するということは謳っていません。 ただ、10万円を給付っていうことで政策にしている政党はあります。それは国民民主党と令和新選組です。国民民主党はインフレ手当ということで一人10万円給付ということを謳っています。令和新選組に関しては、春夏秋冬、まあ、春夏秋冬ということで、まあ、1年間で4回10万円を給付するということで政策にしています。その財源もありますというふうに言っています。ただ、先ほどから言っているように、 この1回目は10万円給付ですね。この自民党とか、あるいは公明党がそういったことを言っていたのに対して、今10万円給付を政策にしている政党は、国民民主党とか、令和新選組のように、野党に限られるっていうことですね。でそれを逆転して、給付になるといった、この B プランについてもお話しさせていただきたいと思います。まず、国民の声ですね。コロナ禍よりも苦しいと。 いったような現状があります。それは何か。物価が上がって、給料が上がっていないという現状があるからです。物価、これ例えばスーパーに行っても2割3割上がるっていう。これも当たり前ですよね。で、中には、まあ、5割以上値段が上がってしまっているっていうふうな商品もあるぐらいです。物価は確実に上がってますと。で、あるのに対して、給料は上がっていないということがあります。いやいや、 新聞とかでベア5%といったような形で、まあ去年よりもまあ社員が総じて5%給料上がってますよっていうことが書いてあったりしますと。それはあくまで大手の企業に限られます。で、その5%っていうのも、まああくまで元々ベースアップする予定だった何かも含んでるので、まあこのいわゆる物価が上がった分を吸収するだけの給料が上がっているということはそもそもありませんと。で、さらに、 この国民の、我々一般的な国民の大半が勤めている中小企業というところに関しては、もうほとんど上がってないというのが現状です。物価が上がっているのに給料が上がってないということについて、まあ、コロナ禍よりも苦しいといったような状態になっている国民の声があります。そもそもコロナ禍っていうのは、まあ、外食とか、あるいはまあ、旅行に関するようなお仕事とか、あるいは交通に関するようなお仕事。 これは外出制限とかありましたんで、めちゃくちゃ苦しかったと。ただ、我々一般的な国民は、コロナ禍よりも苦しいっていう状態になってますと。それは物価が上がってるけれども、給料は上がってないっていうものがあるからですと。そういった実感、その実際の、まあ、国民生活が苦しいというものがあります。その結果、まあ、2回目やってくださいという声になってるんですが、その岸田首相の話では、 国難のような事態、コロナ禍のような事態でないとやりませんと言っているので、いやいや、ふざけないでください。国民感情とギャップがありすぎますよということで、めちゃくちゃ低い支持率になっているということですね。さらには裏金問題とかもあって、とにかく低い支持率になっている岸田政権と言ったようなことです。さあ、岸田首相は国民の声を無視し続けることができるのでしょうかということなんですが、それは無視続けることはできないと。 いうことになります。岸田首相が首相でいるためには解散が必要だという理由があるからです。これは何かというと、今年の9月に自民党の総裁選があります。で、自民党の総裁選のその1年後には衆議院の任期が来ますので、ここまでには必ず衆議院選挙が行われるといったような形になります。で、1年後に選挙があるのに、この今年の9月の自民党総裁選で、 めちゃくちゃ支持率の低い岸田首相を、まあ、自民党総裁として再選させるということは当然ないと。自民党の議員としても、まあ議員じゃなくなっちゃう可能性が出てくるので、その自民党の顔として岸田首相を再選させるということにはおそらく動かないということになります。つまり岸田首相はこの自民党総裁選を今このまま迎えてしまったんでは、まあ再選されずに首相としてはまあ退陣というふうな形になりますと。なので、 岸田首相としては、この9月の自民党総裁選が行われるまでに、衆議院の解散を行って、議席を大きく減らすかもしれませんが、なんとか過半数を確保して、そして国民の信を得ましたという名目で、この自民党の総裁に再選するということを狙っていますと。で、岸田首相が解散するタイミングは、 いつになるんでしょうかということです。少しでも自民党の支持率をアップしたところで解散したいと思っているに違いありません。それは6月だというふうに言われています。この6月というタイミングが何かというと、まあ、今回の低い支持率のもとになっている裏金問題、政治資金規正法の改正を今の通常国会でやりますというふうに明言しています。この6月までの通常国会の中で 政治資金規正法の改正を行い、そしてさらに二つ目としては、6月に減税もスタートします。その裏金に対応する政治資金規正法の改正を行い、減税もスタートして、自民党の支持率が少し上がってきたところで、解散をしていくというところを狙っているというふうに言われています。さあ、衆議院解散はいつですかということで、令和新選組の山本代表、あるいは立憲の辻本議員が、まあ、この、 国その質疑の質疑応答の中から6月解散が見えてくるというところについてお話します。令和新選組の山本代表がいつ辞めるんですかいつ解散しますか、まあ、また、いつ解散しますかということで3回ぐらいその質問の中で岸田首相に問いかけました。そのところ、岸田首相は今は考えていないというふうに答えられています。立憲の辻元議員。 総理、4月に一か八かの裏金解散考えてるんじゃないですかというふうに質問したところ、全く考えていませんというふうに答えてます。ちょっとニュアンスが違うの分かりますでしょうか解散するんですか今は考えていないと。なるほどと。4月に解散するんですかそれは全く考えていないと。なるほどと。今は考えていない。つまり全く考えていないわけではないけれども、 4月はしませんよというお話です。そうなると6月の解散だなというところが見えてくると言ったような質疑応答でしたと。で、岸田内閣の最新の支持率です。JNN、TBS 系の岸田内閣の最新の支持率でいうと、支持率は22%ということで、過去最低を更新しているといったような状況です。 不支持率はなんと74%にも上っているということで、さすがの岸田首相も諦めるでしょうというふうにも思えるんですけれども、いやいやいや、岸田首相は諦めていませんと。9月でもう退陣するんじゃないですか。解散で勝負に出ますと。で、実は去年の6月、通常国会が終わるときに、マスコミから解散とか考えてるんですかっていうふうな質問をされて、 状況で判断しますというふうに発言しています。つまり、岸田首相は、もうずっと解散については考えてきています。解散をして、まあなんとか議席をある程度多く、まあ過半数以上は確保して、また首相でい続けるということを狙っているんですが、なかなか今まで解散できずに来ましたと。ただ、いよいよ期限が迫っていますと。この9月までには解散をしないと首相でいるということができなくなってしまうと。 そこまでのベストのタイミングで言うと、この裏金対応の政治資金規正法の改正を行い、減税をスタートする6月じゃないかなということを言われています。ただ、6月がちょっといいタイミングなので解散をしたとしてですね、国民はめちゃくちゃ怒ってますと。コロナ禍より苦しい今の現状、何にもしてくれないじゃないですかと。 いうことで、さすがに勝っている。さらにそれに加えて、裏金問題。裏金問題にもめちゃくちゃ甘い対応ということで、さすがに国民は怒りの鉄槌を食らわすということで、はい。B プランの肝です。自民党を大敗して、過半数割れということになります。で、過半数割れすると、当然、政権を維持できないので、他の自民党、公明党以外の他の 政党とも、まあ、連立を組むということになります。まあ、もし、その場合、自民党に近い、まあ、野党の中で近いところで言うと、一番は国民民主党ですね。国民民主党は、まあ、政策協議したり、あるいは、まあ、連立立っていうことが少し検討されたりということも過去にありました。まあ、今回自民党が大敗して過半数割るということになれば、この国民民主党を加えて、 三党の連立政権ということも十分考えられますと。まあ、もしそうなったとして、自民党は大敗して大きく議席を減らしているので、ここで自民党の総裁をそのまま首相として推薦するということができない可能性もあります。まあ、また公明党も、まあ、その組織、組織票に支えられているということもあるので、 この公明党の代表をそのまま首相として押すっていうことももしかしたらできないかもしれません。国民民主党はそれであるのに対して国民民主党はもしかしたら議席数も伸ばすと国民の支持も得ましたということでこの3党連立を組んだ場合にこの玉木代表を首相として推薦するということはこの自民党公明党よりかはもしかしたらやりやすいということで この国民民主党の玉木代表が首相として推薦されて、晴れて首相になると。B プラン。国民民主党が首相になって、その政策を実現していくというところが考えられます。さあ、国民民主党の政策をおさらいしたいと思います。国民一人当たり10万円給付というものに加えて、消費税減税というものも政策の柱にしています。実際に去年の11月に、 消費税減税法案というものも提出をしているといったような政策の柱です。さあ消費税減税が望まれている理由というところについてちょっと整理したいと思います。まあ、この給付金に関する動画を出させていただくと消費税の減税もぜひやってくださいというお声をたくさんいただいています。消費税減税が望まれている理由整理してみたいと思います。ま,あ、まず 消費税の負担が大きいというところがあります。これは何かというと、何か物を買うときに、毎回毎回10%かかってきますっていうのが消費税です。その負担が大きいという声がまずありますと。で、2番目として、その反対ですね。もしそれがなくなる、その税金の負担がなくなるということであれば、経済的影響が持続しますと。まあ、税金っていうのはずーっとかかるものでありますし、もしかからなくなればずーっとかからなくなるので、その経済的影響、還元されるものは、 大きいですよそれが持続しますというふうなお声もありますそれから消費の刺激になるという声もありますま何か物を買うということについてかかってくるのが消費税なのでそれがかからないということになれば消費の刺激になりますという声ですねそれから税負担の公平性もまあるという声もあります例えば所得税は収入が多い人には多くかかって収入が少ない人にはそれなりにかかるというふうなのが所得税です であるのに対して消費税は同じものの値段、同じ値段のものを買うのであれば、まあ、収入が多い人も少ない人も同じだけ税金かかりますというものなので公平性にかけるんじゃないかと。まあ、それをぜひなくしてくれというふうな声があるということですね。さあ、国民民主党に聞いてみたということで、まあ、このストーリー考えられると思うんですよと。まあ、自民党が大敗して、で、連立を国民民主党が組むことになり、 ただ自民党公明党は自分の党の代表を首相に押せませんと。そうなった場合に国民民主党が与党入りして国民民主党の代表、玉木代表が押されて首相になる可能性あると思いますと。その場合、10万円給付、消費税減税、ちゃんと実現に向けて動きますよねという質問をしました。まあ本部に連絡しまして、 玉木代表いらっしゃらなかったんですけれども、その、ま、本部の方がお話、お答えになってくれて、ま、衆議院選挙に向けてブラッシュアップしていくっていうことはありますが、この柱の政策、10万円寄付、あるいは消費税減税っていうのは、ブレる可能性は低いと思いますというお話でした。なるほどと。国民民主党、信じていいですねと。じゃあもし首相になるとか、ま、与党に入るっていうふうなことがあれば、 その実現、10万円給付、消費税減税ということをやっていきますねと。やっていきますよと、実現に向けて動きますというふうな行為でしたと。なるほど。信じますよと。すべては選挙にかかっています。すべては衆議院選挙にかかっていると。いうことで、とにかく、まあ当たり前ですけども、こういった政策を実現していく、10万円給付金の2回目をやるということになれば、当然それを実現するためには選挙、 で、まあ、与党になっていくとか、あるいはそういった政策が実現するような形にしなければなりませんと。すべては選挙にかかっているんですが、なかなか今のこの政権を、こう、まあ、転落させて、まあ、与党になりにくいというような、与党になりにくいというような小選挙区制度の闇というものがあったりします。まあ、まず小選挙区制度の闇の一つ目としては、結局地元をしに入れてしまうと。 いうことがあります。まあ、後ほどお話しますけれども、自民党っていうのは全国の小選挙区で結構ちゃんと勝ってきてます。で、あるがゆえに、まあ、とにかく全国津々浦々に、まあ、その衆議院議員がいるという形なので、で、例えば、各地域のその当選している議員、まあ、例えばここで言うと、え、こう、千葉4区だったり、千葉14区だったりするんですけれども、ここには、まあ、野田元総理という、 えめちゃくちゃ人気のある議員がいますと。で、そのもし野田元総理が自民党の党員であったと。自民党の議員だった。あるいはその自民党の中で裏金をやってたというふうになったとしても、この地元の我々国民としては、もしかしたら野田さんに票を入れてしまうというところがあります。野田さんがもし自民党にいたとしても、 自民党は悪いけれども野田さんは別だしなというふうに感じてしまったりとかあるいは野田さんが裏金やってたとなってもそれは自民党の慣習でやってたんでしょうと野田さん人気あるし例えば選挙パーティーやったらめっちゃパーティー券多分売れるよねと売れるんだけども自民党の慣習で野田さんがいる党の慣習でキックバック受けてたんでしょうとじゃあしょうがないよね野田さんは別に悪くないしっていうふうに思いがちというところがあります で、そうなると、結局、地元氏の野田さんにまた票を入れて、当選させてしまうということがあります。まあ、もし実際に野田さんが自民党で裏金をやってたとなれば、野田さんぐらいのご人格でしたら、まあ、あるいは今回の選挙は辞退しますということで、まあ、立候補しないという可能性も、もしかしたら、あの方だったらあるんじゃないかというふうに思いますが、まあ、今回は、まあ、もし、その、 自民党だったらということで、まあ、仮の話で想像すると、まあ、もしそれで立候補した場合でも、もしかしたら入れてしまうという可能性があります。で、このそれぞれ各選挙区の、まあ、皆さんが想像してみ、えー、るとですね、のことを想像してみると、例えば野田さんだから特別だしなっていうことは、多分ないんですよね。多分全国どの小選挙区でも同じように当選している議員に対しては思い入れがあって、 まあまた当選させてしまうっていうことも結構あったりするんじゃないかなというふうに思ってます。なんで意外とまあ全滅するっていうことはなくて、まあ小選挙区でもある程度、まあ裏金やってる議員だとしても、ある程度はもしかしたらまた当選してくるんじゃないかなというふうに思ってます。それから今の流れで言うと与党アドバンテージっていうのもあります。それは何かっていうと、もし自民党の議員が自分の小選挙区で当選してた場合、もし自民党が 政権交代されてしまって、野党になってしまうっていうところまではもし想像できない。まあ結局自民党はまあ与党でいるだろうと。まあそれぐらいまでは多分保つだろうということであれば、自分の地元の選挙区、自分の住んでいるところのまあ当選している議員については、まあぜひ与党の議員であってほしいという力が働くっていうことですね。 で、自分の地元の、まあ、当選している議員が、与党の議員であると、当然地元にとっていいことをしてくれる可能性があるんじゃないかなというふうに想像しますし、まあ実際そういう部分もあると思うんで、ぜひ地元の議員は、まあ与党の議員であってほしいという力が働くということですね。なので、与党がまた勝ってきやすいということもあります。それから、まあ立候補していない選挙区があるということについては、 例えば、小選挙区っていうのは、自民党はもうそもそも当選している議員が多いので、全国津々浦々衆議院選挙にもなれば、全部の選挙区で立候補しますというところです。で、それに対して、例えば、何年か前で言うと、例えば、維新ですね。維新が大阪でめちゃくちゃ人気でしたと。で、その全国的にも、まあ、支持している政党の世論調査すると、結構維新、まあ、評価されてますと。 政党支持率ありますという状態だってもその維新の議員が全国の小選挙区で立候補していないという事態があったと思いますなのでまああの政党の支持率の割にはやっぱり小選挙区に立候補してないんで、まあ、比例では伸びるけれども小選挙区のまあ確保の数が絶対的な数が少ないんでそこまで議席を伸ばせないというふうなことがあったりとかしました まあそういう意味でも、まあ小選挙区、もともと勝っている議員が多い、まあ自民党が強いという理由があったりとかします。それから野党共闘っていうのは、今回の選挙もしかしたら行われない可能性もあるんじゃないかなと思ってますけれども、まあもしやるとしたら、それがまあ議席を伸ばすってことには繋がっていないと。まあ小選挙区の闇というところではないんですけれども、その野党共闘っていうのはそもそもあり得ないと。 というものがあったりとかもします。まあ、これは野党が反省しなきゃいけないところなんですけれども、この野党共闘っていうのは、例えば自民党じゃないなっていうふうに思うんだったら、まあいろんな政党、例えば、まあ立憲民主とか国民民主党とか維新とか、どの政党であっても、とにかく我々でこの候補っていう統一候補を立てるんで、どの党か、あるいはどの候補かっていうことは目をつぶってもらって投票してくださいっていうふうなことなんで、そもそも論理が破綻しててありえないっていうのがあります。そもそも政策とか、 その候補のその人格だったりあるいはその政策の内容というものにまあ共感して投票するというのがそもそも選挙なんで野党共闘っていうのは自民党じゃないと思うんだったら目をつぶってどの候補かわかんないどの政党かわかんないけれどもとにかくその我々が決めた候補に投票してくださいそんなことありえませんというようなものもありますともうじゃあどうすればいいのかというところなんですけれどもとにかく比例で絶対どこかに入れるっていうものがあります ま、先ほど言ったように、じゃ仮にこの地元の選挙区で言うと、まあ、船橋市なんで野田さんっていう方がもし、えー、立候補したとして、野田さんには投票したいですと。投票します。で、ただ、立憲民主党じゃないなって、もし仮にですね、思った場合でも、白票で、比例を白票で投じるってことをしないってことです、ね。どこかの党には必ず入れると。絶対どっかには入れるっていうことです。で、そうすることによって、自民党以外の党員、党の、まあ、 候補がですね、当選する可能性っていうのが増すので、比例で絶対どこかの党の票は入れると、白票にはしないというところがあったりしますと。さあ、衆議院選挙の結果予想、週刊文春と自民党公明党のこの与党の議席減の数が完全に一致したと。まあ、はっきり言って偶然なんですけど、まあ、その内容についてお話し,しますと。 自民党は今議席260、衆議院の議席260持ってます。で、公明党は32持ってます。すごいですよね。定数465に対して300近くを与党が持っていると。で、さらに先ほどの、まあ、文春のまあ予想で言うと、それを覆すと。一発の衆議院選挙で覆すっていうふうな予想になってるんで、相当なスピード感持って今回変わっていくと。 まあ世の中がそういう風うに変わってきたということなんですけれどもまあ今見ただけでもやっぱりすごいですと465のうち292っていうことでまあ300近く持っていると恐ろしいですでさらにその自民党260のうちなんと小選挙区で190も勝ってますとこの定数465のうち小選挙区っていうのは289あるんですけどもそのうちなんと190も勝っているということで まあ本当に恐ろしいです。自民党結構各地域で、まあちゃんと勝ってきているということですね。で、比例が70議席があって260議席ですと。で、この小選挙区190を、まあ今回の裏金議員50と、それ以外の議員140に分けました。で、ポイントはとにかく裏金議員は、まあなんとか落選させるっていうところに頑張るってことですね。で、5割負けたとします。そして25席に減ったとします。 で、残りの140議席っていうのは、先ほど言った結局地元をしに入れるっていうこともあったりするので、まあ2割ぐらい負けるだろうということで、112というふうに予想しました。で、それから比例区。比例区は、まあ、政党の支持率が意外とそのまま反映されたりとかするので、これはあの岸田首相の支持率22%なんですけど、自民党の最新の支持率でいうと23%あったりしますので、この、まあ衆議院の定数465のうち、 まあ比例の区の議席数 ×23% というのをそのまま入れていったところ40議席というふうになりました 25+112+40 ということで177ということで晴れて83議席減というふうな形になりましたということですねでそれから公明党の予想もなかなかちょっと難しいところなんですけれどもちなみにちょっと文春の記事で言うとちょっとこの予想とはあの。 まあ、与党の議席が減る数っていうのは一致してるんですけども、まあ、自民党と公明党の減る数というところについては、まあ、ちょっと一致しています。まあ、詳しくは記事見ていただければと思うんですけども、ま私の予想では、公明党は今回裏金全く関係ないんで、で、さらには公明党は結構こう、全国の組織票に支えられてるっていうところもあるんで、まあ、比例もそのまま勝ってくるんじゃないかなというところがあります。さらには、小選挙区も、その、 ま、この公明党が地盤持ってて、そのガチガチに強いところで勝ってきているので、意外とそのまま来るんじゃないかなっていうことで予想してます。まあ、その結果、ま、32ということで、209ということで、ま、自民党、公明党、与党で、ま、過半数を大きく割れると言ったような結果になりました。さあ、そこで、この B プラン実現がめちゃくちゃ近づいてくるわけですけれども、その、 自民党公明党と、まあ、もしかしたら連立を組む可能性のある国民民主党本気度について調べましたというところで、まあ、前回この21名立候補して11名当選しているとかなり高い確率で当選をしていますと。で今回はあすません、えっと、今回は今現職7名ってことになってます。 で、11名が7名ってなんでこんな減ってるのっていうことなんですけど、まあ、前原さんをはじめとして、まあ、何名か3名、4名が、まあ、この国民民主党を辞めてですね、まあ、離反しましたというところがあります。まあ、国民民主党で当選してるのに、まあ、もし、この、党を出るということになれば、一回失職して、まあ、もう一回投票で、あの、出直しなさいよというふうな声があるっていうのは承知してますし、 私もどっちかというとそちらの意見なんですけれども、まあいずれにしても現職7名っていうことにまあ減っているというところですね。で、国民民主党の本部にもう一回電話してみて、どれぐらい立候補する予定ですかっていうことで聞いてみました。国民民主党のホームページには、まあその連絡した時は23名の立候補予定者がありました。今はちなみにもう25名になってます。どんどん増えてるんですけれども、そのまあ電話をした時点では23名だったので、現職と合わせて合計30名が 立候補の予定ですかということで聞いたところ、いや、あの、今のところ乗っているのはその数なんですけれども、まあ、それ以外に地方議員もいますし、まあ、それ以外の方も、どんどん、まあ、公認していきたいというふうに思ってますというお話でしたと。で、最終的にはどれぐらいいくかというと、まあ、40名はちょっと大きく超えるぐらい、まあ、立候補者立てたいというふうに思ってますというふうなお話だったので、まあ、実際に先ほど言ったように、今はその23名がもう25名に増えてるっていうこともありますし、さらに擁立していく。 あるいは現職というところもありますし、この高い当選確率、あるいは国民民主党最近の支持率もどんどん上がっているので、もしかしたら30名を大きく超えるぐらい当選してくるっていうふうな可能性はあるというふうに想像できます。そうなると、先ほど言ったこの209に合わせて、まあ、与党入りするということで、この10万円給付、あるいは消費税減税というものを実現していくっていうふうな可能性についても高まってきたということが言えると思います。 さあ、岸田首相大雨処分ということで、実は岸田首相自身にも、この政治資金パーティーに新たな疑惑が上がってきました。これは令和4年の6月に開催した岸田首相の政治資金パーティーですと。で、それについて、まあ、有名な大学教授がですね、 その岸田首相のことを告発しています広島地検に告発をしていて、まあ、広島地検は、まあ、その告発について受理しているかどうかというところについては明らかにしていませんただこの岸田首相はこの政治資金パーティーに新たな疑惑が浮かんだということでさらに国民の見る目は厳しくなっているというところですでさらにそれに加えて今回の裏金議員85人に対して39人だけの処分にとどまったということがあります 500万円未満の議員に関しては、もうとにかく処分をしないという風な見送りがありました。総理は当時、まあこの裏金をやった議員には非公認とか、あるいはそれ以上、まあそういった厳しい対応をしていきますと言っていたにもかかわらず、39人だけの処分にとどまり、そして500万円未満の議員については見送り、さらに総理自身、処分の対象外ということで国民はふざけるなと。 言ったような声を上げています。最新の世論調査、jnn 先ほどまあ、こちらでお話したような tbs 系の世論調査の会社によると、岸田総理も処分を受けるべきだという声が61%に上っているといったような状態です。まあ、この同じ内容で今回の裏金の大穴処分を受けて。岸田首相も処分を受けるべきかどうかっていうことをまあ。アンケートテレビの番組が。 まあ翌日か翌々日ぐらいにあったんですけれども、その中で、リモコン使ってアンケートを取るあの、即席の世論調査の中でですね、テレビ番組の中でそういったことをやってたんですけど、その中では9割を超える90、90%を超える国民が岸田首相も処分を受けるべきというふうな方に投票していたと。もしかしたらそれが岸田首相に思っている国民の感情ということかもしれません。 自民党の支持率23%よりももしかしたらはるかに低い支持率というのが現状なのかもしれません。そうなると、この B プランというものよりも先ほど最初にお話した A プラン、つまりまあ本当に自民党が大敗して野党が大連立政権を組んで、この10万円の2回目のような給付金を実現していくという可能性の方がもしかしたらあるんじゃないかなと。 もう本当に繰り返しなんですけどこの「週刊文春」が見せた、まあ、近い未来の現実というものについて解説をさせていただきました「文春法炸裂」と「週刊文春」が近い未来の現実を変える特別定額給付金10万円の2回目ということで給付金のまあ実現まで至るこのシナリオストーリーについてお話をさせていただきました、まあ、そういった週刊文春の記事が出ることで、まあ 世の中もそういった政権交代あるぞという方に向けて動き出しているというふうに思います。まあ、それによって実現の可能性ますます増してきたんじゃないかなというふうに思っています。で、えっと、こういったこの休憩に関する動画を出させていただくと、たくさんコメントをいただきます。で、再生もたくさん皆様していただいて、たくさんご覧になっていただいてます。で、政治家の方とか、あるいは与党の方とかも、まあ、たくさんご覧になっていただいていると思うんで、我々の声をぜひ届けたいというふうに 思ってます。なので、ぜひコメントに、まあ、この内容について賛成、反対、あるいは、ま、消費税、減税とかですね、まあ、こういったことをやった方がいいとか、まあ、そういうことについてとか、あるいはご意見、一言でもいいので、ぜひ入れていただければと思います。我々国民の声を少しでも届けて、まあ、こういった政策の実現というものに近づけたいと思ってますので、ぜひ一言でもコメントを入れていただければというふうに思ってます。それから、この休憩に関する動画っていうのは、新しい情報が出たらすぐに、まあ、このように動画でお話しさせていただいてますので、新しい情報が出たら、 まあ、すぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録をしていただければと思います。それから最後に、本当に週刊文春の回し物じゃ全くないんですけれども、この週刊文春の記事、まあ、本当に衝撃的で、えー、この政権交代あるぞというふうなことを想像できる内容になっています。で、まあ、まためちゃくちゃ面白いので、まあ、ぜひこの動画をご覧になっていただいている方は、多分、えー、納得して楽しんでいただける記事だと思うので、まあ、ちょっと発売から結構経ってるんで、 もしかしたら書店とかコンビニとかもうちょっとないかもしれませんけれども、まあ、ワンチャン明日あの朝走っていただいてある可能性もあると思いますので、えー、ぜひちょっとお買い求めていただいて、えー、この記事についてご覧になっていただければというふうに思います最後までご覧になっていただきましてありがとうございました